3日、伊勢市障害学習センター伊勢トピアで、社会福祉や文化、スポーツで功績を残した市民と団体が表彰されました。この表彰は、地域復興や社会福祉などの分野における功労者と、文化、スポーツで優秀な成績を収めた人たちを称えようと、伊勢市が毎年実施しているものです。表彰を前に伊勢市の鈴木健一市長が次のように式辞を述べました。内閣府大臣、受賞される皆様は本市のさまざまな分野において市民の模範として力を尽くされ、市政の発展に大きくご貢献をされました。そのご功績を称え、本日までのご労苦に対し深く敬意と感謝を申し上げます。続いて表彰が行われ、市民功労賞に選ばれた13人と2団体に鈴木市長から表彰状が贈られました。ありがとうございます。次に市民文化賞に選ばれた一人と一団体が表彰されました。ありがとうございます。最後に市民スポーツ賞に選ばれた3人と2団体が表彰されました。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。また受賞者を代表して浜口秀一さんが次のように喜びの言葉を述べました。この伊勢市において私どもに賜りました伊勢市民功労賞並びに文化賞スポーツ賞の各賞は私どもにとって最高の誇りであり最善の喜びとするものであります。なお今年度の受賞者は次の通りです。